どうもガイです。僕は今インドネシアバリ島に来ております。久しぶりの海外旅行で、今回皆さんにお届けするのは世界を代表するアジアンリゾートバリ島です。僕自身もバリに来るのは初めてで、めちゃくちゃテンションが上がっています。まあ、今回のバリ旅行は初めてということなんで、これからバリ旅行に行こうと思っている人の参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。ちなみにバリはもう今ワクチン2回以上打っていれば、日本から特に大きな制限はなく訪れることができます。入国審査でもワクチンの証明をインドネシア政府が作っている専用のアプリに入れといて、それを見せたら終わりでした。なので入国の時にはパスポートとその陰性が証明できるアプリ、そしてここバリ島では VOA というアライバルビザというものを発行する必要があるんですけど、それも到着したらお金をだいたい日本円で5000円程度払ったら発行できるんで、はい、もうほぼほぼ以前と同じような形で入国できるんじゃないでしょうか。まあ、結構ね、観光客も戻ってきてるんで人は多くてですね、入国するのにだいたい飛行機から降りて1時間程度かかりました。これからちょっととある人と待ち合わせをして、バリのウブドに向かう予定です。空港でちょっと待ちたいんですけどね、これほらデンパサル空港、ちょっと民族的な門といいますかね、こういう建物で独特な雰囲気ですね。空港内にショップレストランあると思うんですけどね、なんかね結構暗くなってて、コロナ禍でオープンしてなかったりするのかな。はい、今インターナショナルターミナルは制限エリア内に行かないとなんかレストランとかカフェないって言われたんで、こっちのドメスティックですね、国内線のエリアに歩いてすぐなんでやってきました。そしたらほらこんな感じでカフェとかありますので、まあこの辺でちょっとお食事したりゆっくりしたりできるっちゃできますね。今こんな感じでバリと大きく書かれたオブジェ、これが国内線の到着口の前にありました。みんな写真を撮ってますね。でこの辺りにスターバックスとかピザハッタとかもありましたね。はい、やっぱ国際線はまだあんまニーズが戻ってきてないからお店とか閉めてんのかな。はい、ひとまずインドネシアっぽいもの、これナシゴレンって書いてます。頼んでみました。これとマンゴージュースですね。これで1000円ちょっと、まあ、空港なんでちょっと高いですかね、おそらくローカルで食べるよりも。で、これですね、インドネシアはこのお札の桁がでかくてですね、桁はでかいんですけど、だいたいざっくり言うとこの10万のお札が日本円で言うと1000円ぐらいで、この5万ルピアのお札が日本円で言うと5000円ぐらい、一番下の1万ルピアのお札が日本円で言うと100円ぐらいって感じなんですかね。はい、空港でとある人と合流して、まずはバリ島の有名観光地ウブドに向かいます。空港からウブドは普通だと1時間から1時間半程度で行けるんですけど、夕方の時間帯だったんでこんな感じで渋滞にはまって2時間ぐらいかかりました。ウブドでの最初の2泊は格安のビラを予約したんですけど、ウブドの市街地から徒歩30分ぐらいのところ、まあ、こんな感じでね、タクシーで小さな路地というか集落のところまで連れて行ってもらって、そこから宿の人にバイクで送迎してもらうと、まあ、なかなか日本では味わえない雰囲気だと思いますけど、こういう光景もワクワクしますよね。はい、ウブドに到着しまして、今日はひとまずもう夜になったのでお宿でゆっくりしますけど、お宿がすごいんですよ。象がまずお出迎えです。でこのお宿なんと1泊1人3000円で泊まることができるんですけど、これ左手見てください。ほら、プライベートプールがとっても綺麗に輝いています。すごくないですかこれ。3000円ですよ、3000円、1泊。まあ今日2人で泊まるので、ここで2泊するんで合計1万2000円で2泊できて、1人当たり6000円ですね。とんでもないですよね、こんな広々としたプライベートプールがついたホテル。僕多分今まで泊まったことないですけど、これで3000円ですからね。でリクライニングチェア、パラソルまでついて、周りはウブドの緑ですね。まあ明日日が照ったら周りの様子とかね、お届けしたいと思ってます。そしてありがたいのが、お部屋がこれ左右に2つあるんですよね。2つで、今回は女性と泊まるわけではなくて男2人旅となってますので、セパレートでベッドが2つあるっていうのはありがたいですよね。で、こっちですね、キッチンも一応ついてます。まあ今回料理することはないと思いますけど、で冷蔵庫も冷凍庫と冷蔵、あすごい、お水もありますね。こんな感じで、これは暑い南国だとありがたいです。そしてウェルカムドリンク、ほらこんなものまで、この価格帯でウェルカムドリンクってすごいですよね。で近くのスパとか料理メニュー表ですね、書いていて、ソファーで、この絵もすごいですね。これライステラス、ウブドらしい絵が描かれてます。そしてお部屋入ってみましょうか。ここ鍵もしっかりついてます。で
入ると、うわすごい、ベッドもいいじゃないですか。ベッドメイクもとっても綺麗で、まあこれは蚊よけですかね、虫よけのものもついてて、天井はとってもほら高くて開放的な雰囲気です。いやビラっていう感じですね。こっちにも絵が飾られていて、この辺には机とか鏡、そしてテレビもついていて、でさらに奥に行くとバスルームです。すごいですよ、ほらバスルームもとっても広い。上から降ってくるレインシャワーがあって、で植物がなんと贅沢にバスルームの中にあるっていうね。で洗面台、鏡、奥の方にトイレですね。はい、トイレもこんな感じでついていて、すごいバスルームまでとっても広々、ラグジュアリー感ありますね。とてもじゃないけど3000円台で泊まれるビラとは思えない。で今日ね一緒に泊まる方なんですけど、こちらのお部屋にお邪魔しますと。はい、おなじみのどうもドスコイです。ドスコイさんと今日はバリで合流して一緒にこれから数日間ね一緒に滞在しようと思います。お邪魔してます。 お願いします。でドスコイさんがいる方にもなんとほらこんな感じでバスルーム、贅沢に2つバスルームあるってすごくないですか。はい、で宿から徒歩3分ぐらいのところに、こんな感じで開放的なレストランがありました。メサリワルングというお店、 Google でも結構評価が高かったんですよね。でまず頼んだのがこれ、アボカドジュースです。日本だとなかなか飲めないですけどね、現地の人に美味しいって教えてもらったんでちょっと飲んでみます。はい、でこちら出てきました、アヤムサユールっていう風にメニューに書いてて、チキンが真ん中にあって、周りベジタブルとかカレーっぽいなんかルーみたいなの入ってますね。でライスです。そしてもう一つミーゴレンです。まあ、ミーゴレンは有名ですね。マレーシアじゃないや、インドネシアの焼きそばみたいなやつかな。麺美味しそう、サテみたいなこの串もあるし、チキンフライかな、いろいろついてて、これも美味しそうです。でこれ手前が3万ルピア、日本円で言うと300円いかないぐらい、でこれも多分それぐらい、ミーゴレンで、手前側のこのジュースが240円ぐらい、めちゃくちゃ物価安いです。これはお得感ある。アボカドジュースをまず飲んでいますが、ストローが鉄ですよ。すごい、なんか初めて飲むような味ですねこれね、うん、すごい野菜の甘みが凝縮されてる感じですね。ほんとグリーンスムージーみたいで体に良さそうだし、しかも美味しい野菜本来の味って感じ。このウブドのライステラスに合ったドリンクですね。緑ですし、はい、じゃあ食べます。アヤムサユール、ほら野菜たっぷりでいいっすね。これカレーみたいな感じだけど、パプリカとかほうれん草かな、たくさん入ってて、ちょっとルーを米に浸して食べてみます。うん、美味しい美味しい、これは食べやすい、日本人が好む味だと思う。なんかカレーとあんかけのミックスみたいな感じ。野菜もたっぷりで栄養価満点だし美味しい。はい、ではミーゴレン食べてみます。ああすごい食べやすいですね。やっぱあのマレーシアとかタイとかそっちのお料理に比べると味付けがこう薄味なんで、本当に日本人好みですね。サテーかな、うん、甘だれがかかったサテーですね。まあでも個人的にこの焼き鳥はやっぱ日本の方がね、こう塩の味付けが僕は好きですね。サテーは個人的にはそこまで好みではない、ちょっと甘すぎる感じがします。はい、おはようございます。次の日になりました。宿見てください、明るくなったら周り緑でプールもエメラルドグリーンに輝いていますね。では今日はウブドの、まあ、せっかくウブドに来たのでライステラスとかそういった有名どころに訪れたいと思います。はい、で今宿の人にタクシーを手配してもらって、1日5000円ぐらいですかね、それでタクシーをチャーターっていうか、まあ、3カ所を巡りますっていう風に話したんで、はい、そんな感じで走っております。
はい、とりあえずタクシーの運転手さんにウブドの中心街にあるお店に連れてきてもらいました。視聴者さんに教えてもらったココナッツアイスが美味しいらしいんですけどね。ここは一応カフェになってるんで朝ごはんをいただきます。はい、朝なんでフルーツビタミンもしっかり取ろうということで、これですね、上にココナッツアイスが乗ったフルーツサラダを食べてみます。まあ、こんな王道のココナッツアイスもありますね。はい、やってきました。結構上たっぷりココナッツアイスが大きいの乗ってて、中にフルーツとかが入ってるんですかね、グラノーラも入ってるって書いてましたね。じゃあ食べてみます。で、店内の雰囲気はこんな感じです。南国感あふれる素敵な雰囲気ですね。奥の方にほらココナッツも置いてありますよ。はい、じゃあ食べてみます。あ、上に黒糖みたいなのがこれ乗ってるのかな。ナッツもあってうまそう。美味しい。甘いですね。甘い。日本じゃやっぱなかなかでもココナッツアイスってこう食べる機会がないですね。うん、これ甘いもの好きにはたまらんすよ。本当ハワイのアサイーボールにちょっと似たような感じで、リゾート地来たなって気分になりますね、こういうの食べると。いやー、でこれを400円程度で食べれるっていうのがね、多分ねこれ300円台で380円ぐらい、安すぎますよ。日本だったら絶対1000円超えですからね、こういうやつって。はい、そしてウブドの街中からタクシーで15分ぐらい、結構近いところにやってきて、ここがアロハウブドというところで、渓谷の斜面から綺麗な緑の景色を望めるスポットになってるみたいです。ちょっと行ってみます。はい、中に入ってきまして、見てください、これほらライステラス目の前に広がっていて、でここはまあライステラスが売りというよりは、こっち側にブランコがたくさんありますよね。ここで、まあ、映えスポットといいますかね、写真をいい感じで撮ることができるんですね。こっち右側と左側にもちょっとブランコが、左端の方ですね、見えるかと思います。この辺りを散策、そして写真いくらでも撮っていい。ただね、入場料がなんとね3000いくらぐらいでしたね。なんでそこそこちょっと高いですね。見た感じ欧米人の人がたくさんいます。はい、で次にやってきたのがこれですね、テガラランライステラスという、まあ、ウブドから比較的近いところにある有名なライステラスですね。この入園料というんですかね、だいたい90円ぐらいですかね。はい、中に入ってきて、ライステラスがここから奥多分続いてる、見えると思うんですけど、その前に今お昼時なのでレストランがあったんで、ここで昼食いただきます。はい、席からはこんな感じで素晴らしいライステラスビューですよ。ほらすごい、これを見ながらランチをいただくことができます。で、さっき乗ったブランコですね、なんとここにもありましたね。で、値段聞いたらここ1000円ちょっとぐらいって言ってたんで、こっちの方がコスパ的には良かったってことなんで、まあ、わざわざこう移動距離も含めて最初からこっち来た方がいいと思いますね、個人的には。まあ、後ろライステラスバックに写真もいい感じで撮れそうですし。はい、スムージーですね、マンゴーとパイナップルとバナナがミックスされたスムージーです。日本円でだいたい400円ぐらいでした。まあ、ちょっと観光地価格かなと思いますね。うまい。 いいですね、ライステラスビュー。これはね、なかなか日本だとこういう土地はあると思うんですけど、こう観光地化とかされてないんで、なかなか他では味わうことができないビューで素敵ですね。はい、そしてお料理で頼んだのはこれですね。まずは定番のナシゴレンです。まあ、日本でいうチャーハンみたいなやつのインドネシアバージョン。そしてこれがベベックなんとかっていうアヒルのお肉ですね。いや、こんな感じでアヒルのお肉なんて食べたことないですよ。はい、じゃあナシゴレン食べてみます。
うん、普通に食べやすくて美味しいですね。やっぱ日本人の口に合うテイストになってると思います。まあ、チャーハンにちょっとこう東南アジア風の風味、まあ、トマトとか、まあ、エビとかそういった風味ですかね。はい、じゃあちょっとアヒルのお肉を食べてみます。うん、美味しいですね。すごい香ばしく焼き上げられていて、若干こう甘だれ、ピリ辛の甘だれがかかっているんで、これがまあ東南アジアっぽい味ですし、でも味的には鶏肉とほとんど同じような感じなんで、特に抵抗なく鶏肉好きな人は美味しく食べれると思いますよ、これ。なかなかスコールが止まないので、もうこれはコーヒーを飲みながらゆっくりと待つことにします。はい、スコールが止んで、今からこんな感じでちょっと下の方に降りて散策しています。船の形をした乗り物、ここで写真も撮れますし、こっちの方にもほら石がありますね。いやいいっすね、この景色。ほらすごいですね、これ。雨が降ってちょっと雫が滴っていて輝いているように見えますね。どうなんですかね、時期的にもうちょっとこう棚田の部分がこう葉っぱが生えてきてると完全に緑に見える感じなんですかね。それはいつ頃が一番ベストなのかちょっとわからないんですけど、でもこれも十分綺麗ですね。はい、今スコールが止んだばっかなんで、あまり人もおらず、すごく自然を綺麗に映すことができてるんじゃないでしょうか。いや、日本にもありそうでない景色ですね、ここまで大きな規模のライステラスは。はい、こんな感じで下まで降りてくることができました。ちょっとね、こういうコンクリートで固まってるところは大丈夫なんですけど、ぬかるんでる部分もあったんで、欧米の方で滑ってこけてる人もいたんでね、気をつけないと。はい、こんな感じで川が流れております。うわ、なんか橋がすごい竹でできてるのか、簡易的な作りなんで崩れそうで怖い。川も流れております。雨が降った後だから、これは水量が多いんですかね。ちょっと濁ってはいますけど、この上になんかちょっとテントみたいな場所があるんで、そこまでとりあえず行ってみましょう。はい、反対側までやってきました。こんな感じでバリと文字が描かれていて、奥の方、さっきいた箇所、ブランコで遊んでる人たちがいますね。いや、こっちからの景色も壮観です。はい、次にやってきたのはこちら、ティルタウンプル寺院というところですね。まあ、バリ島はたくさんの寺院がありますので、その中でも比較的ウブド中央のエリアから来やすいところにやってきました。では入ります。はい、入園料はだいたい500円ぐらいかな、460円かなで入ってきまして、さっき雨降ったんでそれの影響もあるかもしれませんけど、めっちゃ涼しいですね。南国ではない感じ、湿気もあんまない、ね、やっぱ山あいにあるからすごく爽やかな空気が流れてます。はい、でここの寺院に入るためにはこんな感じで、下にサロンっていうふうになんか言ってましたね、うん、名前ちょっと分かんないですけど、これを着てから入る必要があるということで、まあ、無料でこれはもらえるんで中に入っていきます。はい、でこの中に入っていくとこんな感じ、皆さん水浴びをしていますよ。ここのティルタウンプル寺院はティルタが聖なる水っていう意味らしくて、この寺院の泉から聖水が湧き出ることから名付けられたと言います。身を清めていますね、皆さん。そこですごいな、観光客の人もあそこ入ってるんですね。ちょっと今回水着とか持ってきてないんで僕入れないんですけどね。いや、皆さん楽しそうです。そして水はこんな感じで結構透明度高いですね。なんか東南アジアだと茶色く濁ったようなものだったら嫌だなって思ったんですけど、これだったらまあ普通に入れそうですね。綺麗です。いや、この真ん中が割れた形よく見ますよね。ここに立って写真撮影とか楽しんでる人結構割とあると思うんですよね。どういった意味があるんですかね、でもこの割れてるものは。
まあ、インドネシアという国はイスラム教徒が大半を占める国なんですけど、ここのバリ島はバリヒンドゥー教という島独特の文化がもう大多数を占めていると言いますかね、はい、そんな感じなので、インドネシアの中でもまた異なるというか独特の文化を持っている場所なんですよね。まあ、日本はこう仏教の国っていうイメージかもしれないですけど、こういった寺院というのはもちろんありますけど、やっぱ明らかにこう形とか文化とかは異なるでしょうから、いやでもやっぱ欧米の人たちからしたらこういった建物は欧米で見ることできないので、やっぱ珍しいんでしょうね。たくさんの欧米人が来る理由もわかります。はい、そしてウブド中心街に戻ってきました。車がたくさん走ってます。まあ今5時半ぐらいなんで、ちょうど退勤ラッシュですかね。で、ここですね、せっかくなのでスパマッサージを受けたいと思いますが、これも現地の方に教えてもらったんですけど、ヌサセラピーというウブドの中央のエリアにあるここですね、ここに行ってます。結構コスパがいいみたいです。はい、でここはこう時間単位で施術できるみたいですね。30分75K、600何円ぐらいですか、1時間だと1000いくらになるんですね。で、この種類の中から選ぶことができますね。フットマッサージとかバックエンドショルダー、肩腰とかですね。で後ろがベッドトリートメントですね。これもフルボディマッサージとかフォーハンドとか、1時間1400何円ぐらい、これも結構安いですね。なんととっても人気のお店のため予約が必要でした。今日はいっぱいですということで、明日の朝再び来てからやってもらおうと思います。はい、これからちょっと王宮の方に行って夜ご飯、まあ、王宮チラ見したいと思いますけど、この辺りがもうウブドの完全に中心街になってますね。まあスパマッサージであったり、カフェとかレストランが立ち並んでいます。はい、そしてこの辺りが目の前王宮ですね。ライトアップされてて夜も素敵な雰囲気がほら漂っていますね。人がたくさんいて車もすごい数で大変な賑わいを見せています。ウブドの中心街です。はい、で夜ご飯、本当だったらこのイブオカというお店、豚の丸焼きがいただけるんですけど、ここが残念ながら閉まってるんですよね。月曜だからかコロナだからなのかわかんないですけどね、残念です。ここ美味しいって聞いたんですけど。はい、でディナーはちょっと道沿いにあった、この雰囲気が結構良さげなお店ですね。ここで今日はいただこうと思います。でここはこんな感じでインドネシアの料理もあるし洋食もあるっていった感じですね。はい、アボカドジュースを頼みました。昨日と同じく昨日よりちょっとクリーミーな感じですね。昨日はなんかもうアボカドのジュースっていった感じだけど、こっちはスムージーっぽい、美味しい、甘すぎない感じがやっぱいいわ、アボカドジュース。でこれで200いくらですからやっぱ安いですね。はい、そして注文したのがこれ、アヤムタリワングという鶏肉ですね。焼いたものが、まあ、600円ぐらいいかないぐらいかな。でドスコイさんはベベックゴレン、お昼も食べたんですけどね、アヒル気に入ったようなんでこれ頼みました。これ85ルピアなんで、まあ、800円前後ですね。はい、じゃあ食べてみましょう。がっつりチキンが入ってます。いただきます。うん、うまい。かなりほら肉厚で贅沢な鶏肉ですし、ピリ辛でちょっと甘だれのような味付けで、まあでも大体こういう味わいっていうのが分かってきましたね。ちょっと米も食べてみよう。確かにお米日本のに似てますねこれね。うん、すごい食べやすい。はい、では夕食食べてこれからバリの伝統舞踊を見ようと思います。王宮でチケット買ったんですけど、王宮からちょっと徒歩で5分ぐらい歩いたところのものでした。こんな感じでここも雰囲気が良さげですね。プラダーレンっていう風に書いてます。
はい、今お風呂に入ったんですけど、今バリ島は1年間の中でかなり涼しい時期なんで、夜になるとね全く暑くないんですよね。本当に外が涼しくて気持ちが良くて、お風呂上がりのちょっと暖かくなった体をこう気持ちのいい風で冷ますのが最高に気持ちいいです。ここでちょっとぐだって今日は寝ます。で、徒歩5分ぐらいのところにこんな感じでランドリーがあって、ここで預けて、昨日の朝預けて翌日取りに来ました。百何十円だったんでめっちゃ安いですね、洗濯物。はい、今日はまずこちらで今10時半頃なんですけど、ブランチをいただこうと思います。セミナンコーヒーステューディオですかね、ここが結構ウブドで美味しいコーヒーが飲めて人気らしいんで来てみました。はい、メニューこんな感じです。オールデイブランチって書いてますね。ブランチはずっとやってるのかな。こんな感じでワッフルと、いろいろグラノーラとかサラダとかあって、これ注文しました。このアボガドオントーストってやつ、珍しいです、ウブドらしいので。で、他にもインドネシアの料理とかこんな感じで並んでいますし、パン単体だとこんな感じ、まあ、料金的にはローカルのところよりちょっと高めですね。足りなかったらこのパン頼もうかな後で。で、ドリンクですね。コーヒーがめちゃくちゃ美味しいらしいんですよね、まあ、コーヒー本来の味を楽しみたかったらこの左上のホットコーヒー頼みたいところなんですけど、ちょっと暑いのでアイスアメリカーノ、こちらですね、真ん中頼みました。はい、他にもジュースやスムージーとかもあります。はい、アイスアメリカーノ出てきました。すごいなんかおしゃれな、これ置物に置いて出てきまして、これですね、多分ねこう奥からコーヒー豆の匂いプンプンするんで引き立てだと思うんですけどね。で、クッキーと水もついてきてます。やってきました、アボカドトーストです。すごいですね、がっつり卵の下にこうやってすりつぶされたアボカドがありますね。パンが下にありますと。ドースコイさんが選んだのはこれですね、シャックショッカーっていう真ん中のやつ、これ美味しそうですね。卵にトマトソースが入っていて、ソーセージとアボカドから選べて、ドースコイさんアボカドにハマってるんでアボカドを頼んでますはい、そしてこちらドースコイさんが頼んだのはベトナムコーヒーです。ベトナムコーヒーハマってるんですよね。あの一番下に練乳があって、上にブラックコーヒー今抽出してるんで、これ絶対美味しいでしょ。トマトはたまんないです。はい、コーヒー飲んでます。美味しい、コーヒー豆の風味が口に広がる。やっぱね、ここで焙煎して引いてるだけあって、これはうまいわ。いや、美味しいコーヒー飲みたかったらこのお店いいっすよ。そしてアボカドトースト、あ、これもうまいっすね。アボカドの自然本来の甘みでこのトーストにいいトッピングとして加わってる感じがして、普通にバターとジャムよりこっちの方がヘルシーですね。ブランチ朝ごはんとしていいメニューですねこれは。はい、そしてウブド中心部最後こちらに行きます。昨日予約いっぱいで入れなかった評判のいいスパ、トリートメントでマッサージをしてもらいます。ウブドでの観光を終えて、この後ウブドエリアにある高級宿星野屋バリに向かいました。この後数日バリの高級リゾートホテル巡りをしましたが、星野屋バリの後はバリ島の最高級ホテルと言われるあの有名なブランドブルガリが手掛けるブルガリリゾートバリに行きました。ここは1泊10万円以上するんですが、人生最高のリゾート滞在を
楽しむことができて、さらにブルガリリゾートの後にはザ・リッツ・カールトン・バリにも宿泊してきました。ここも広大な敷地の中で素晴らしいリゾート気分を味わうことができて、バリ島のリゾートホテルは本当に素晴らしいところばかりでした。ぜひリゾートホテル滞在の様子は別動画で見てみてください。はい、高級ホテル巡りをしてやってきたのは、ここがサヌールというバリ島の東海岸のエリアになりますね。こちらもとっても開放的で素敵な雰囲気です。老舗のリゾートらしいですね、バリの中では。ただ最近は新しいホテルとかカフェとかレストランが結構たくさんオープンしているみたいで、まあ、他のクタとかレギャンとかそういったスミニャクとかねエリアに比べると比較的落ち着いた雰囲気で大人の滞在を楽しめるみたいですね。で、今日僕が泊まっているのはメルキュールサヌールというホテルで、まあ、1泊今回6000円ぐらいでね、比較的リーズナブルなお宿でゆっくりしています。今いたとこプライベートビーチで、ビーチ沿いにレストラン、バーとかプールとかもあるんですよね。このメルキュールでの滞在は最もリーズナブルな客室を予約しましたが、こんな感じでお部屋も最低限の広さ、シャワーもしっかりお湯が出ましたし、最低カテゴリーでもバルコニーがしっかりついてますし、何よりオーシャンフロントで1万円を切る価格で1泊できるっていうのは結構なお得感がありますね。やっぱバリ島はチェックインしたらなんとウェルカムドリンク、フレッシュフルーツジュースとかコーヒーとかティーとかを1杯無料でいただけるんですね。このビーチ沿いのレストランでいただけるんですよ。すごくないですか。リーズナブルなのにこのサービスです。はい、でここでハンバーガー、ビーフバーガー注文しました。だいたいこれで600円ぐらいなんで、ちょっとね高級ホテル宿泊が続いたのでだいぶ安く感じますね。ナシゴレンとかだったら300円台でしたよ。やっぱこれぐらいの価格帯のホテルだったらレストランのご飯安いですね。このオーシャンビューでですよ。はい、そしてサヌールの夜になりまして、今回ですね視聴者さんがなんとサヌールに住んでいて、おすすめのレストラン連れて行ってくれるってことなんで来ました。こちらワルンサロっていう風に書いてますけど、とっても Google で調べたら評価も高くて美味しい豚のお料理をいただけるみたいです。この店構えもすごいですよね。こうバリの昔の雰囲気を感じられる店内らしいです。ちょっと動画は撮り忘れたんですけど、中はバリの伝統的なお家が建っていて、その中に席が配置されてるっていう、とっても素敵なバリらしい内装でお食事を楽しむことができます。で注文したのがこれですね。まずはサテバビ、豚の串焼きですね。サテの割には盛り付けも上品です。でこちらがバビゴレンですね。豚肉を揚げたものになります。サテもバビゴレンも特にこう東南アジア独特の辛すぎて食べれないみたいなことはなくって、さっぱりとした風味で絶妙な揚げ具合焼き具合で人気店なだけあって、とっても美味しかったですね。美味しくてリーズナブルで、まさにバリといった内装の中でご飯を食べられるので、サヌールに来たらぜひ行ってみてください。でデザートはこちらピサンゴレン、ピサンがバナナ、ゴレンが揚げるという意味でバナナの天ぷらですね。これがね意外と癖になる味わいで美味しいなと思って、この後の旅行でも他の場所で食べちゃいました。はい、でここサヌールはこんな感じで市場があるんですよね。すごいローカルな、ビーチからも歩いて来れるところで、シンドゥ市場という市場があって、この辺りは美味しいローカルフードがたくさんいただけるみたいです。で、これほら真ん中マルタバってありますけど、これが、まあ、インドネシア日本でいうお好み焼きですね。こういったものをこう食べ歩き楽しむこともできますよね。まあ、地元の屋台なんでかなり価格帯も安くて、結構欧米の方とかも何人かほら左手の方見えますしね。タイとかマレーシアだとこういう屋台街っていくつかあるんですけど、意外とインドネシアは少ないんで、こういったローカルな雰囲気好きな人はここいいですよ。サヌールの市場こんな感じで屋台が密集して座って食べることができる場所が少ないんですね。はい、今ご飯は食べてお腹いっぱいなんで、この屋台でちょっとフレッシュジュース飲もうと思います。今までね実は僕ドリアンのジュース飲んだことないんで、ちょっと挑戦してみますよ。せっかく東南アジアに来たんで。はい、じゃあ人生初ドリアンいただきます。うわ、すごい独特な臭み風味ありますけど、まあでも砂糖入ってるんで、まあ、甘いフルーツっていう感じで
まあまあまあ美味しいっていう感じですね。個人的には他のフレッシュフルーツジュースの方がこれだったら飲みたいかなっていう感じがするんですけど、でもまあ東南アジアの食事って結構パクチーもそうですけど、食べてたら飲んでたらハマるってことがあるんで、もしかしたら今後また飲みたくなることがあるのかな、そんな感じです。はい、翌日です。今朝の6時半ぐらい、サヌールの海岸線沿いを散歩してるんですが、見てください、ほら朝日がとっても綺麗ですよ。ちょっと雲がありますけどね、あそこ太陽が顔を覗かせていて、とっても素敵な雰囲気広がっています。やっぱりね、ここのサヌールとっても穏やかな雰囲気なので、波もこうやって穏やかですし、人々も比較的、まあ、年配の方が多めなので、本当に落ち着いた空気感が広がっていいですね。まあ、朝ウォーキング、犬の散歩を楽しんでる人たちが何人かいて、日の出を眺めながら一日の始まりを迎えることができるっていうのは素敵です。最高ですね。はい、でここが泊まっていたメルキュールホテルから10分ぐらい徒歩で北上してきました。この辺はマリンアクティビティをこう楽しんでる人もいますね。まあ、メルキュールはこうサヌールの繁華街というか中心地の中でも一番こう下の方、南側にあるんですね。なんで北上していくと、ここら辺にはたくさんのリゾートホテルやレストランが立ち並んでいるという感じですね。透明度それなりに見てください、これほら高いですよ。ここサヌールの海辺はね、波もとってもやっぱ穏やかで、オンザビーチのホテル、レストランがたくさんありますよ。はい、でここサヌールはビーチサイドから一歩内側に入ってくると、ちょっとした通り、大きな通りですかね、ありまして、まあ、この辺にかなりたくさん飲食店、商業施設が立ち並んでいるんですよね。で、やってきたのがこれですね、目の前、ここにマッシモという、まあ、イタリアンレストランがあるんですけど、ジェラートがめちゃくちゃ美味しいっていう風に地元の人に聞いたんで食べようと思います。コーンタイプかカップタイプかを選んで、コーンタイプは2種類のフレーバーを選べて、でっかいカップだったら3つフレーバーを選べるということですね。はい、頼みました。これココナッツとチーズケーキ味ですね。たくさん種類あったんでね、かなり悩みました。うまそう。はい、じゃあ食べてます。かなりこれね評判良くて、いつも並んでるんですけど、今日はラッキーにも並んでなかったんですよね。12時頃に来たんで。チーズいただきます。あ、うまっ。ココナッツ、すっごいミルキーで美味しいわ。熱いんで、どん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 、ちょっとカメラのセッティングしたら溶けちゃいまして、早く食べないとまずい。でもこれで180円ぐらいなんで安いっすよね。で、ちょっとランチをいただきたいなと思って、ここの海沿いに、これですね、イタリアンレストラン、ハイアットリーゼンシーの中にあるイタリアンレストランがなかなか美味しいですよっていう風に、ピッツェリアというレストランでしたかね、地元の人にこれも教えてもらったんで、ここでピザでも食べましょう。はい、メニューはこんな感じです。まあイタリアンですね。この辺がサラダ、パスタは1000円ぐらいですね、これで、今回はピザがどれだ、これだ。本格的にこれオーブンピザ、焼き上げられたピザがいただけるみたいですね。ミディアムサイズだったら1000円切る価格、600円から800円ぐらいでいただけるんですね。はい、でドリンクはこれですね、アイスアメリカーノコーヒーを注文しました。なんか上に泡がこんな感じでありますね。で横にシロップもありまして、これで280円ぐらいですね。はい、いただきます。アイスアメリカーノ、うまい。まあ、結構東南アジアとかだとこう練乳が入ったコーヒーとか出てくること多いんですけど、アイスアメリカーノ注文すれば間違いないです。スターバックスとかでも同じように注文すれば、まあ日本で飲むちゃんとしたアイスコーヒーが出てきます。はい、ピザやってきました。マルゲリータ、なんか想像してたのとちょっと違いますね。生地がかなり厚みがあって、もうちょっとこう薄っぺらいというか平らなのをイメージしてたんですけど、で意外と小ぶりですね、ミディアムサイズは。ちょっと間違えてました。ほら見てください、もう一つピザが来ました。もう一つっていうか、これが正真正銘のマルゲリータですよね。皆さんも、僕もこれをイメージして注文したんでね。で、この右側にあったこれはサービスのバゲットでした。これもね十分美味しかったんですけど、
これですね。でも逆にこれミディアムサイズで1人分だとちょっと1人じゃ食べきれないぐらい十分な分量ありますね。はい、じゃあ食べてみます。いや、これはうまそうだ。いや、これがピザですよ。この薄い生地だけどしっかりともちもちと歯ごたえのある生地で、トマトとバジルとチーズの相性最高ですね。いや、おすすめのイタリアンだけあって他のピザもちょっと食べてみたいですね。いやー、でサヌールはこのビーチ沿いがこんな感じで遊歩道になってるん でこの右側にレストランとかがずらりと立ち並んでいるんで、とってもこうビーチ沿いを散策しやすいですね。なかなかここまで整えられた遊歩道がビーチ沿いにあるところってないんじゃないですかね。バリ島は至る所にワンちゃんいますけどね、日本のワンちゃんよりもかなりこうおっとりとした感じのワンちゃんが多いような気がします。人々も犬も日本よりバリ島の方がのんびりとしてる印象です。いやー、結構ね、最近はサヌールは落ち着いていていいよってまあガイドブックにも書いてますし、現地の人とかにも聞くんですけど、本当にその通りですね。まあ、ガヤガヤとこうショッピングとかナイトスポットも楽しみたい人はクタとかレギャンとかスミナックとか行った方がいいのかもしれないですけど、こうリゾート地でのんびり過ごしたい場合はサヌールいいんじゃないですか。バリの中ではかなり治安面もなんか全然問題ないような印象ですね。まあ、高級ホテルもありますし、全然リーズナブルなお宿もたくさんあるんで、どんな人でも楽しめるような感じがします。で今回は時間がないので行かないんですけど、ここのサヌールエリアで、まあ、スパですね。ここビーチサイドにこれです、ザ・ネストっていうスパがあって、ここ地元の人にまたいいですよっておすすめしてもらいました。まあ多分この店内からこっちの海ですね、ビーチを眺めながらフットスパをリーズナブルに受けることができる場所のようです。いや、時間があったら行きたかったんですよね、ここ。サヌールを出て次に向かったのがこちら、ジンバランというエリアです。空港から最も近いリゾートで、先ほどのサヌールとはまた違った雰囲気のビーチを楽しむことができます。やっぱりこっちの方がより波が高くて活気があるイメージです。ここのジンバランで絶対にやるべきことはこれです。イカンバカールという浜辺で楽しむ魚介バーベキューですね。海沿いでサンセットを眺めながら鮮度の高い美味しい魚介類をいただくことができます。日本のパッケージツアーとかでもこの後訪れるウルアツ寺院とセットでここのジンバランのイカンバカールを味わうというのが多いみたいです。海鮮は美味しく、バリ島でしか味わえない雰囲気なのでイカンバカールかなりおすすめですね。そしてジンバランではご覧のインターコンチネンタルバリリゾートに宿泊してきました。このホテルはバリ島の中でもかなり人気のホテルで、高級リゾートホテルの中では比較的リーズナブルに宿泊できる素晴らしいホテルです。もしかしたら滞在動画出すかもしれません。その時は見てみてください。はい、で次にやってきたこちらワルワツ寺院という寺院になります。バリ島の中でもこうガイドブックとかにまず出てくるところでしょうね。とっても綺麗な夕日が見れたり、お猿さんと戯れることができたり、そして伝統的なケチャダンスを見ることができるんですよね。で今5万ルピア、だいたい日本円で400円ぐらいで、この中お寺に入ることができて、でケチャダンスを見る場合はこれですね、今並んでいますけど、ここでチケットを買って15万ルピア、日本円で1400円ぐらいですかね、払うことによってケチャダンス見ることができるみたいです。まあケチャダンスはウブドで見たんで、ぜひ気になる方はウブドの方を見てみてください。今回はここでちょっとブラブラと歩いてみたいと思います。はい、さっき言ったあそこのケチャのチケット売り場からこっちの方来て、ここがお寺の入り口になります。あー、いいですね。なんか階段になっていて上に登っていく感じです。はい、今この左下から上に上がってくると寺院があって、こっち側ほら見てみるとすごいっすよ、断崖絶壁の、ほらこれですよ、海の景色を望むことができます。いやー、これはすごいわ。まあ
今回ね、こちら側の海岸線沿いでブルガリホテルっていうホテルに泊まったんですけど、そのブルガリホテルからもこの断崖絶壁の海の絶景見ることができたんですけど、なかなかこれは大自然の息吹を感じるにはいいですね。これ左下ほら見てください、お猿さん普通にいますけどね。これほら見てください、もう目の前に猿がいるのに全然ほらびっくりすることない。でもこれ物撮ったりするからカメラはしっかり握って撮られないようにしとかないといけないです。メガネとか帽子とか危ないですからね。さっきも観光客の人撮られてたんで。今ねペットボトルの水をカバンの横に入れてたらね、ああいう風にほら猿に取られちゃいましたこれ注意ですね。そして反対側にやってきましたが、これまたほらすごいですよ。下が断崖絶壁海、これもすごいんですけど、ほら奥の方見てください、あそこちょっとこう観客席みたいなのが見えると思いますけど、あそこで今ケチャですね、ケチャのダンス行われていますね。声もちょっとここまで聞こえてきています。もう満席近いですね今日平日なのに。いや今回何かよく分からずウブドでケチャ見ましたけど、ケチャをこう見たいときはこっちの方がこう景観というかね、こう素晴らしい海の景色望みながら見ることできますんで、こっちで見た方がいいかもしれないですね。まあ、今回はちょっと雲がこうやってかかってるんでサンセットは望めないかもしれないですけどね、それでもとっても素敵な景観が広がっています。はい、さっきあっちのこのオレンジの屋根のところら辺にいたんですけどね、またこっちの方まで歩いてきて、この左側で今ケチャダンスやってるんで声が聞こえると思いますけどね。お、めっちゃ近くにお猿さんでもね、まあ、こっちが激しくこう動いたりしなければ全然怖かったりすることもないんで大丈夫な感じですね。で、この奥の方にせり出しているのがまたこれヒンドゥー教の寺院で、すごいっすねこれ。まあもちろんこれ観光客もそうですけど、地元のヒンドゥー教の人たちもここでお祈りをしたりするみたいなんでね、神聖な場所となっていて、そんな神秘的な雰囲気漂う中でこの大自然の海、そして、緑ですね、花々も広がっていて、さらに夕日ですね。いやーこれ本当に夕日が出てきたらめちゃくちゃ綺麗だったでしょうね。まあちょっと中心部から離れてる場所にはあるんですけど、この景色見るためだったら訪れる価値あると思いますよ。はい、そして次にやってきたのがこちらクタビーチになります。まあバリでビーチといったらクタビーチ思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうかね。おそらくこの島の中で一番最初に開発されたビーチだと思うので、まあ、バリに来たらとりあえず一度は行っておきましょうということで来てみました。これ向こう側のビーチに今行こうとしてるんですけどね、なかなかこんな感じで奥の方から車がどんどんやってくるので渡るのが結構難しい状態でありますね。この白いバンが行くあたりで行けるかな、いや難しいな。こういう時はね結構思い切って途中で割り込んで渡らないとずっと渡れないっていう状況になってしまうんですよね。はい、ゲートくぐって入ってきました。いやーすごいな、南国感たっぷりですね。ここのビーチもまた今まで行ったこうサヌールとかジンバランとかそっちのビーチとは違う雰囲気が出てるんじゃないですかね。結構ここは、まあ、ジンバランと同じように波がそこそこある感じかな。ジンバランよりも波は高い気がします。今入ってきたこの辺りがクタビーチ。もうこのクタビーチだけでもずらーっと本当にすごい広大な海岸線が向こうの方まで広がっていますね。そして右手奥の方見ていくとこっちの方まだまだ奥まで海岸線砂浜が続いていて、この奥の方がまあレギャンとかスミナックとかチャングーとかそっちの方面になるんですよね。スミナックとかチャングーとかは結構今旬のエリアというかおしゃれなカフェとかも複数存在するみたいで、今回は行かないですけどね、そっちの方も行ってみたかったです。あそこの方にほら飛行機も見えますね。ズームしたらわかるかな、真ん中のところ、ウングラライデンパサール国際空港に今飛行機が到着するのがわかりますね。やっぱりこうビーチから飛行機が離発着するの見えるってなんかいいですよね。旅気分を盛り上げてくれます。左手がビーチで一歩こちら側に入ってくればこうやって、道があって商業施設がたくさん並んでいます。ここには
ピザハットで、奥の方にスターバックスとかサークル系とかの看板が見えますね。ホテルもたくさん立ち並んでいます。今は結構コロナの影響でこのクタエリアは人は少ないようですが、それでもちょっとずつ活気を取り戻してきているみたいですね。なんかあれですね、今まで行ったビーチリゾート地の中だったらプーケットに雰囲気が似てるような気がしますね。ここのクタエリアはこんな感じでね、馬、馬車があるんですよね。これで移動するっていうのも観光の一つの楽しみみたいです。でこの後僕はシンガポールに行く予定なんですけど、その前にクタで空港から近いっていうことで2泊する予定です。でクタエリアではこのビーチウォークという大きな綺麗なショッピングモールがあるので、ここでゆったりしたいと考えています。ホテルもここに併設されているところに泊まっています。この辺り結構カフェが並んでいて、このディージャーナルコーヒーバーっていうのはインドネシアの有名なカフェみたいですね。こっち側にはスターバックスがあって、なんとその左手こっちの方にはですね、あの白いやつです。これがアラビカコーヒーという京都にできている人気のカフェですよね。それがなんとここインドネシアバリ島にもうすぐできるみたいですよ。中に入ってきましたけど、いいですね。これほら植物がたくさん植えられていて、こうやってね池もあるのでとっても涼しく感じますし、ショップの数もね相当これ多いですよ。なんかちょっとこの綺麗な感じなんでハワイに来たかのような空気感ですね。まあわざわざここで物を増やすっていうわけにはいかないので、いろいろと買い物できるショップはありますが、買う先はフードコートですね。屋上に来てみるとデッキみたいなところがあって素敵ですね。これもインドネシアらしい建物が並んでいることがよくわかりますね。でこの辺りにも、まあ、レストランとかあって、多分この上のレストランからこうオーシャンビュー眺めながらご飯いただけたりできるみたいですね。なんか目の前牛角とか寿司とかありますね。はい、でランチはここでいただこうと思います。ベベックテピサワーというアヒルの丸焼き、美味しいのがいただける有名なお店みたいです。でここのお店はほら見てください、ショッピングモールの最上階にあるので、これですね、このクタビーチ、海の景色を眺めながら素敵な雰囲気でご飯をいただくことができます。いやショッピングモールに生い茂る緑も素敵ですね。はい、でメニュー表、これを注文してみました。アヒルの丸焼き1000円ちょっとです。はい、じゃあまたこれアボカドジュース頼んじゃいました。ここのはどんな味がするのかな。アボカドの自然の甘みに加えてちょっとチョコレートが入ってるんで、まあ、チョコレート足してもそんなくどい甘みにならなくて、やっぱうまいですねアボカドジュースは。はい、そしてやってきました。ほらこれすごいな、アヒル丸焼きでございます。まあ、他のお店でも食べたんですけど、ここが結構美味しいですよって現地の人にも教えてもらったんで、これは期待です。多分ね手羽先みたいにかぶりついた方が食べやすいと思うんで、そのままいっちゃいます。揚げたてでこれも衣がサクサクでうまい。やっぱ鶏肉に似てますね。鶏肉よりも若干こう味が濃いような感じがします。ただ全然ねこう臭みとか癖はないんで本当に食べやすいですね。まあ、ウブドで食べたやつはちょっと甘だれみたいなのがかかってたんですけど、ここはもう普通に塩でシンプルに揚げたやつなんで、もうこっちの方が個人的にはもう好きですね。素材そのもののうまみが出てる感じで、なんかラクダの飾り物置物がありますけど、インドネシアは砂漠の国じゃないんですけど、ラクダがなんか結構ねホテルでも見たんでいるんですよね。なんでなんでしょうか、ね、でこの辺りにはコスメブランドもいくつか並んでますね。このセンセーシアっていうやつ、これはバリ島発のナチュラルコスメブランドのようでね、まあ、コスメ商品お土産とかで買って帰るにはこのブランドが有名みたいですよ。で奥の方まで歩いてくるとこんな感じでセンターステージのようなところもあって、まあ、ここで催し物とかもやるんでしょうね。でマリオット系列のアロフトもここにありますね。これは2022年4月にオープンしたばかりの新しいホテルのようです。この辺も飲食店とかいい感じのカフェが立ち並んでいますね。そしてこれです、ほらウブドで食べたココナッツショップがありますね。ココナッツアイスまた食べたいですね。これ明日の朝とか食べようかな、ここで。いやでも雰囲気いいな。ここみんな大好きハーゲンダッツのお店までありますね。なかなかハーゲンダッツの専門店って、まあ、日本にありますけどね、食べれないんで都会に行かないと。で僕が泊まってるホテルこれです、イエローホテルっていうホテルで、まあ、一泊朝食付きで6000円ぐらいで泊まれたんで、でこの立地の良さですからね、クタビーチにも歩いていけますし、このショッピングモールにも併設なんでね、ご飯とかにも困りません。いやこの辺こんな感じで、まあ、リゾート地のショッピングモールっていう感じで雰囲気とってもいいですね。こちら側には日本の元気寿司までありますよ。
やー、ここのココナッツアイスやっぱ美味しいんで、結局この日の夜に来ちゃいました。ウブドで頼んだやつとは違うやつ頼んでみたんですよね。このココナッツアフォガードってやつ、エスプレッソをココナッツアイスにかけていただく、あれは絶対美味しいでしょ。エスプレッソをかけます。いや、うまそう。これうまい。ココナッツミルクの甘みでエスプレッソの苦み、この甘さと苦みのフュージョン最高。これは日本に帰ってでも食べたくなる味だわ。うま。はい、バリ島の終盤、クタでは2泊して、まあ、あまり外を出歩くことはせず、さっきのショッピングモールでお食事をしたり、ビーチ沿いをのんびりと散歩したりしていました。このクタビーチは西海岸なんで、サンセットもとっても綺麗です。やっぱりリゾート地の夕暮れ時のこの浜辺の風景は素敵ですよね。楽しそうに過ごす人々の姿を見ると心が本当に穏やかな気分になります。今回のバリ島旅行の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。初めて訪れたバリ島でしたが、世界有数の大人気リゾート地の名の通り、本当に素敵なリゾートステイを楽しむことができました。素晴らしいビーチの数々はもちろん、世界的にも珍しい心癒される田園風景のリゾートはバリ島でないと味わえない空気感でしょう。そんな中でいただくインドネシア料理は日本人の口に合うものが本当に多く、島独自の文化を元にしたユニークな体験も数多く味わえます。ラグジュアリーホテルの充実度は世界トップクラスで、人生最高のホテルステイを体験することもできました。今回の滞在ではまだまだバリ島の魅力の一部しか体験できていないと思います。またいつか必ず訪れます。皆さんもぜひバリ島へ訪れてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。